Thank you.
Thank you.
美しい町、まるで海の上に町が一つ浮かんでいるようですわ。ここが貿易で有名なダーハルーネの町か。たくさんの金持ちや商人が行き交う世界で一番でかい港町らしいぜ。ふーん、ってそんな町で自分の船を持ってるシルビアさんってもしかしてすごい人なんじゃ。ベロニカちゃん、余計な詮索は野暮ってものよ。私の船ちゃんは町の南西にあるドックの中でお休みしているの。さあみんな行きましょう。聞いて、この男の子が意地悪して私をドックに入れてくれないのよ。違います。もうすぐ町でコンテストが開かれるので今ドックは閉鎖中なんです。ここまで来てなんだそりゃ。つまりそのコンテストとやらが終わるまでここは開けられないってことか。はい、申し訳ありません。海の男コンテストはこの町にとってとても大事な伝統行事でして。海の男コンテストですって。何その乙女心をくすぐる響き。ねえ、詳しく教えてくれない？海の男コンテストとは、波のように荒々しく、空のように爽やかで、海のように深みを持つ、その三拍子が揃った男を決めるものです。なのでこの時期になると美しい肉体美を誇るたくましい男や潮風の似合う美男子が続々とこの町に集まってくるんですよ。やだ、なんだか面白そうじゃない？それならこの町で少し休んで海の男コンテストを見てから出発しましょう。そうそう、ベロニカちゃんとセーニャちゃん、この町のお店には世界中から集まる素敵なお洋服やスイーツが売ってるの。まだ時間があるみたいだし、女だけでショッピングやスイーツ巡りをしてコンテストを待つことにしましょう。海の男コンテストには興味ないけど、ショッピングは面白そうね。私、新しい靴が欲しいところだったの。おい、ちょっと待てよ。俺たちは虹色の枝を探しに来たんだぜ。遊んでる時間なんてねえだろ。ごめんなさい、私甘いものには目がないんです。スイーツ買い物ポッコン。まったく、あの女3人組はどうしようもねえな。なあ、俺たちは急いでるんだよ。このドックを開けてもらえると助かるんだが、コンテストの責任者は一体誰なんだ？それはもちろん、このダーハルーネの町をわずか1台でここまで発展させた町長のラハディオさんですよ。どんな相手でも優しく接してくれる人格者ですし、会ってみるといいでしょう。町の北東にあるお屋敷にいるはずですから。よし、ここの町長に会ってドックを開けてもらうよう直接掛け合ってみようぜ。
ここが町長の家で間違いなさそうだな。よし、行くぞ。はい、いらっしゃいませ。どちら様でしょうか。あんたがラハディオさん？少し頼みたいことがあるんだ。ええ、私が町長のラハディオです。一体どういうご用？あんたたちと話すことは何もない。さっさと消えてくれ。おい、ちょっと、なんだよ、全然取り合ってくれないな。あれのどこが優しい人なんだ。というか、あの町長、お前を見て妙な顔してたよな。まさかお尋ね者なのがバレたか。お二人ともこちらにいらしたんですね。実はちょっと困ったことがあって、お姉様が大変なんです。すみませんが、助けていただけますか。はぁ、まったく、あのチビちゃんは世話が焼けるな。しょうがない、船は出せそうにないし、行ってやろうぜ。あんたみたいな子供がこのベロニカ様の杖を使おうなんて100年早いわよ。お前だってガキじゃねえか。ちょっと借りるだけだって言ってるだろ。なあ、こいつは何があったんだ。道を歩いていたら、いきなりあの男の子がお姉様の杖をひったくって、やっとここまで追いかけてきたんです。ほらよ、もう盗まれたりすんじゃねえぞ。あ、ねえあんた、私の杖を盗んでどうするつもりだったの。売っても大した値にはならないわよ。なんだお前。もうしょうがねえな。ヤヒム、俺が説明するから無理すんな。俺はラットで、こいつはダチのヤヒム。こいつはこの町の町長ラハディオさんの一人息子なんだ。こいつとはよく一緒に遊んでたんだけど、数日前に声が出なくなっちまって、何があったのか聞いてもわからなくてさ。それで魔法使いの杖でも使えば、魔法の力でこいつの喉を治してやれるかもしれないと思ったんだよ。そういう事情ならしょうがないか。それより声が出なくなったっていうヤヒムって子の方が放っておけないわね。どうやら喉にとても強力な呪いがかかってるようですわ。一体誰がこんなひどいことを。さえずりの蜜という魔法の蜜があれば呪いは解けると思いますが、それを作るには清き泉に湧く神聖な水が必要ですわ。あ、清き泉の水、そいつが手に入ればヤヒムを助けられるのか。それなら俺聞いたことあるよ。この町から西の方に川を遡っていくと、霊水の洞窟ってところがあってさ、奥にすっごく綺麗な泉があるらしいぜ。なあお兄ちゃん、お姉ちゃん、俺とヤヒムは小さい時からずっと兄弟みたいに仲良くしてきたんだ。泥棒をしておいてなんだけどさ、喋れないこいつからの頼みだと思ってヤヒムの声を取り戻してやってくれないか。ありがとう、お兄ちゃん、お姉ちゃん。西の洞窟にある清き泉の水でさえずりの蜜を作って持ってきてくれよな。
勝利。Thank you.
俺たちの勝ちだ。参りましょう。あばや。
行くぜ。おととい来やがれ。綺麗な湧き水。ここの水ならきっと最高級のさえずりの蜜が作れますわね。できましたわ。さあ、早くダーハルーネの町に戻って、あの子に渡してあげましょう。
街はすっかりコンテストの雰囲気ですわね。ほらご覧ください。いやー、ロマンチックじゃない。もうすぐあのステージの上にいい男たちが勢ぞろいするのね。ねえあなたたち、ヤヒムちゃんの顔も見たいし、さえずりの蜜は私たち女3人で届けてくるわね。その代わりあなたとカミちゃんにコンテストの場所取りをしておいてほしいの。いい男がよく見える場所を取っておいてね。めんどくさい仕事は全部男任せかよ。まあいいや、やることもないし、とりあえず広場まで行ってみようぜ。お兄さんたち、お二人ともサラサラツンツンと髪型が決まっていて男前ですね。そんなに男前なのに見物とはもったいない。ぜひ海の男コンテストに参加してください。おいおいおっさん、俺たちはコンテストなんかに付き合ってる場合じゃ。おい、あの男は怪しくないか。逃亡者は人混みに紛れるもの。このコンテストを利用し貴様をあぶり出そうと画策していたが、その必要はなかったようだ。まさか人目もはばからず堂々とコンテスト会場にやってくるとはな。奴のあの鎧、まさか。聞きたまえ、ダーハルーネの民よ。私はデルカダール王の右腕、軍師ホメロス。そしてあの者こそ悪魔の子、ユグノア王国を滅ぼした災いを呼ぶ者だ。逃げるぞ。さあ、忌まわしき悪魔の子よ、おとなしく我が手中に落ちるがいい。おいおい、マジか。いくら倒してもキリがねえ。無駄なあがきはやめるんだな。さあ、おとなしく待ちなさーい。
ん？私の仲間に追い出する子はお仕置きよ。お仕置きよ。おい、なんだあいつらは。警備の者たちは何をやっている。ほらほら、さっさとどかないと火傷するわよ。はっ、まだ仲間がいたとはな。さっさと取り押さえろ。さあ、お二人ともこちらにお逃げください。神様、俺のことは構うんじゃない。お前だけでも逃げるんだ。ここまで来ればもう大丈夫よ。みんな怪我がないみたいでよかったわ。でも神様が捕まってしまいました。今頃一体どんな目に。大丈夫よセーニャちゃん、あの神ちゃんがそう簡単にどうにかなるわけないじゃない。それにしてもわけわかんないわね。悪魔の子のあなたが邪悪の神ちゃんを倒すってどういうこと。この方はデルカダール王国から災いを呼ぶ悪魔の子という汚名を着せられ、追われながら旅をしているのです。シルビア様にはいずれきちんとお話しするつもりだったのですが、巻き込んでしまってすみません。いやーね、そんなこと気にしてないわ。初めっから彼は悪い子じゃないって分かっていたもの。シルビアさん、そんなことより今度はこっちから動くわよ。町の中は兵士ちゃんたちでいっぱいね。でも建物の中を進めば無駄な争いは避けられるはずよ。まずは町の真ん中にある大きな橋の上から神ちゃんの様子を探ってみましょう。さあ、宿屋から屋根伝いに行くわよ。
お見事です。ありがとう。そら、熱いわよ。悪魔の子よ、町のどこかに潜んでいることなど私には分かっている。早く出てこなければこの者の命私がもらい受けるぞ。あの軍人ちゃんってば気が短いわね。早く行かないと神ちゃんが危ないけど、正面突破は分が悪いし。そうだわ、北西のゴンドラ乗り場からステージの裏手に回れる通路があったはずよ。そこを通ってステージに近づきましょう。ここから飛び降りて町の水路沿いにあるゴンドラを使えばそこに行けるはずよ。さあ、カミちゃんを助けに行くわよ。
まだ見つからないのか役立たずどもめ。こんな雑魚の見張りなど私一人でいいから、もう一度悪魔の子を探してこい。チャンスよ、今のうちにあの軍人ちゃんを倒して神ちゃんを助けましょう。まだいつの間にこんなところまで。ちょろちょろと目障りなネズミどもめ、悪魔の子もろとも私一人で片をつけてくれるわ。我が手中に落ちよ。貴様ら、無力と知れ。切れ伏せ。てめえ。お助けします。くっち。無駄だ。くっさ。てへい。ファイト。切れ伏せ。この虫けらが。今助けるわ。
せい。お助けします。ステイク。癒すわよ。魔法トーン。口よ。はあ。受け取って。無力と知れ。リホイミ。ありがとう。ステイ。無駄だ。この私に膝をつかせるとは。神様、ご無事ですか？今お助けいたします。悪魔のことその一味め、よくもホメロス様を。
私を倒しても何も変わらぬ。貴様らはここで囚われる運命なのだ。みんな安心して、もう大丈夫よ。アデュここで仲間に逃げられるとはな。悪魔の子よ、貴様の仲間など所詮はその程度のつながりだったということ。ずいぶん手間を取らされたが、今宵のショーもここでおしまいだ。ここでおとなしく私に捕まるか、海に落ちてサメの餌になるか、今ここで選ぶがいい。ホメロス様、 あれをご覧ください。お待たせ、シルビア号のお迎えよ。アリスちゃん、あれが私の仲間たちよ。あのハトはスレスレに走ってちょうだい。合点。さあみんな飛び乗って。じゃあね、ホメラスちゃん、今宵のショーはなかなか楽しかったわ。アデュー。どうしましょう、ホメラス様。このままでは奴らに逃げられてしまいます。薄汚いドブネズミどもが、このホメロスから逃げられると思うなよ。もう大丈夫みたいだな。一時はどうなることかと思ったが、おっさんのおかげで助かったぜ。お礼はアリスちゃんに言ってあげて。あの子はうちの船の整備士でね、船の操縦もお手の物なのよ。お礼なんてとんでもねえがす。あっしはただ、なんでありゃ。いやあ、何よこの化け物イカ、一体どこから湧いて出たの。私に逆らったことを海の底で後悔するんだな。さあクラーゴンよ、思う存分その船をいたぶり、ネズミどもを海の木造にするがいい。きえ、こっちに来るでぎっす。あっしはまだ死にたくねえでがすよ。なんだこの音は。あれはダーハルーネの商船。まさかあの船は。
いイカが大砲の音に怯えて逃げていくわ。よかった、ご無事なようですね。あの魔物はこの辺りの海をよく荒らすことで有名なクラーゴンなんです。お兄ちゃん、僕だよ、ヤヒムだよ。僕、声が出るようになったんだよ。息子からすべて聞きました。この子の声を取り戻してくださったのはあなたたちだったのですね。息子が声を出せなくなってしまったのは災いを呼ぶという勇者の呪いによるものだとすっかり勘違いしていましたが、息子から話を聞いて全て誤解だったとようやく分かりました。失礼なことをして申し訳ありません。僕、この間町の外であのホメロスっていうおじさんが魔物と一緒に話してるのを見かけてね、びっくりして声を上げたらホメロスのおじさんに捕まって魔法で喉を潰されちゃったんだ。悪魔の子と呼ばれている勇者が人を助け、正義で動いているはずのデルカダール王国が魔物とつながっていた。それが何を意味するのかは分かりませんが、あなたたちは私の息子の恩人です。どうか無事に逃げおおせてください。悪魔の子よ、悪魔の子よ、聞こえているか。貴様だけはいずれこの手で捕らえてみせる。せいぜいその時まで怯えて過ごすがいい。あんたもデルカダールに逆らったせいでこれから商売がやりづらくなるだろうけど、うまく立ち回ってくれよな。うん、行くぞ。あ、気をつけて。お元気で。また来てね。またお会いしましょう。綺麗な朝日よ。まるで私たちの船出を祝福してくれてるみたいね。そういえばアリスちゃん、虹色の枝を買った商人について何か足取りがつかめて。ええ、足の聞いた話だとその商人はバンデルフォン地方へ向かったそうでげすよ。確かな筋の情報だから間違いなしでガス。シルビアのおっさん、あんた一応枝のことを気にかけていたんだな。それじゃあみんな、世界の海を股にかけて虹色の枝を探すわよ。まずは北東のバンデルフォンへ出発。